Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious artist, Shara Ku. Wikipedia write as follows. Ukiyo-e, Pictures of the Floating World, is a genre of woodblock prints and paintings that flourished in Japan from the 17th through 19th centuries. It was aimed at the prosperous merchant class in the urbanizing Edo period, 1603 to 1867. Among the popular themes were depictions of beautiful women, kabuki actors and small wrestlers, scenes from history and folk tales, travel scenes and landscapes, flora and fauna, and erotica. Toshusai Sharaku, active 1794 to 1795, was a Japanese ukiyo-e print artist known for his portrait of kabuki actors and small wrestlers. Little is known of him besides the prints he designed; neither his true name nor the dates of his birth and death are known. His active career as a woodblock artist spanned 10 months. His prolific work met disapproval and his output came to an end as suddenly and mysteriously as it had begun. His work has since been recognized as some of the greatest in the ukiyo-e genre. Nazo no ukiyo -e SHI それが皆さんご存知のラクです。いろいろな説がありますが、ラクがどこから来たのか、誰なのか、どこへ消えたのか、実際のところ誰も知りません。わかっていることは彼が10ヶ月の間にわかっているだけでも145枚余りの浮世絵を残したということです。1ヶ月に15枚、2日に1枚の割合です。今日はラクを ダヴィンチ方式で検証してみることにしました。一見して精緻な絵とわかりますが、どこまで精緻なのか検証してみましたが、驚きました。髪の毛などは1ミリの3分の1から2分の1の太さで描かれていることがわかりました。筆で描いた絵ではありません。版画です。つまり一度木版、つまり彫刻紙がですね、版木にしてから印刷したものです。 私も若い頃、浮世絵をあちこちで買い求めたことがあります。広重や歌丸を中心に買い集めました。が、版木というのは、100枚とか200枚とか印刷している間に、版木そのものが水水分を含んだり、乾燥したりして、伸びたり縮んだりしていきます。つまり、印刷時に色や線にズレが生じていきます。浮世絵を買いを求めるときには、このズレを見ながら買います。 大きくずれているのは、つまりそれだけ価値のないものということになります。が、写楽の浮世絵にはそれがありません。どれも初版そのもののように色と輪郭がしっかりと一致しています。これはあくまでも私の直感ですが、それを見たとき、私はこれは木版ではないのではないかと思いました。あるいはどうしてこうまでできの良い、 浮世絵だけが残っているかということにもなります。で、細部まで拡大して調べてみると、写楽の場合、先ほども言いましたように、髪の毛などは太さが1ミリの3分の1から2分の1くらいしかないことがわかりました。木版ですよ。手刷りですよ。手彫りですよ。相手は木ですよ。仮に彫ることができたとしても、インクを含ませた段階で折れるか、コードを失ってしまいます。 細ければ細いほどそうです。爪楊枝の先に水をつけ、それを軽く上から押さえてみてください。爪楊枝の先は、ふにゃふにゃと簡単に折れ曲がってしまいます。で、後で、豊国の描いた、描いた、浮世絵と比較してみますが、精緻さという点では、豊国でも、シャにはかないません。ここではあくまでも疑惑ということにしておきますが、 シャラクの浮世絵は本当に木版画なのでしょうか聖地というより聖地すぎます。検証している段階で疑惑が大きく膨らんできました。で、今日は数字に注意しながら私の動画をどうかご覧になってください。浮世絵を1 2分の1、4分の1、8分の1というように分割し、そしてそれぞれを拡大してみました。結果はご覧の通りですが、 中には微妙な村まで表現したものもあります。汚れかもしれません。インクの付け方でそのようになったとも考えられますが、もしこれが版画による印刷であるとするなら、版画ではもやもやとした模様まで表現するのは不可能かと思われます。さらに、一本の髪の毛にしても、一本の線ではなく、線を書き足しながらつなげているのがわかります。またそれを版画という彫刻で表現してあるのです。 謎が謎を呼びます。ここでは結論は出せませんが、シャラクはダヴィンチ、レンブラント、さらにはブーグローと同じように十分疑って見るべき画家ということになります。エイリアンたちは人間生活の中で活動するためには資金が必要でした。活動費です。そのため絵画や彫刻を売って活動費を稼いでいたというのが私の仮説です。 芸術家という職業は、そのため最もうってつけの職業だったということになります。人間という、まあ人間とですね、直接な接触を避けることができます。そういう意味で、芸術家というのは、まあ、ここで言いますように、格好の隠れ身のだったということです。シャラクがそうだったとは、今の段階ではわかりませんが、先にも述べたように、十分疑ってみる価値はあります。 最初は軽い気持ちで調べ始めたのですが、調べている過程で疑惑がどんどんと膨らんでいきました。この動画を通して、その疑惑を皆さんと共に共有できれば嬉しいです。 で、今その髪の毛を見ていただいていますけども、こうした髪の毛がですね、シャラクの版画には残されているということですね。この太さがですね、まぁ、あ、0.3ミリから0.4ミリ。1ミリの半分以下なんですね。あれはもっと細いかもしれません。そしてよく見ていただくとわかりますように、1本の線で描いてある。あるいは1本の線で彫刻して表現してあるのではなくてですね、途中途中で何本か描き写しながら、先へ先へと伸びています。そして枝分かれしているところもあるんですよ。 この幅にしても1ミリないのではないかと思います。そんなところにこんな彫刻がしてあるということですね。そして輪郭がですね、しっかりと、まあ、捉えられているということですね。色の、まあ、ずれはありません。で、こんなことが本当にこう、彫刻刀を使って表現できるかどうかという問題なんですね。で、もう一度、まあ、検証していますけども、さらに検証していますけども、これは別の絵なんですけども、かなり、まあ、なってますか、かなりですね、えー、解像度の高い、レゾリューションの高い、まあ、絵が、 手に入りましたので、これを使って調べてみます。で、今、この黄色い枠、右上ですね、2分の1、そして4分の1というふうに、どん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 分割していきます。まあ、縦はですね、縦は38.1、そして横が22.9という数字は分かっていますので、それを基準にして、こうしてま、分割していくわけですね。まあ、大首へと言われているものです。まあ、写楽は2種類の大きさの、まあ、版画を残してますけども、まあ、その中の大きい方ですね。で、こうして、まあ、 どん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 分解して、これが32分の1になります。で、さらに分解していきますと、128分の1という、まあ、小さなものまで分解できるわけですね。で、この部分を拡大してみます。まあ、あのー、この辺が、まあ、解像度の限界になるわけですけどもね。こうして拡大してみますと、まあ、線、横の線を見てください。128、まあ、 まあ、この四中央の角長方形が、まあ、3ミリかける1.8ミリなんですね。3ミリですよ。縦がね。そして横が1.8ミリ。ですよね。2ミリないんですよね。そしてその横の線を見てくださいね。この幅がですね、まあ、見たところ、まあ、太く見ても0.3ミリですね。ひょっとしたら0.2ミリ前後かもしれません。いわゆる 1, 分1ミリの5分の1ということです。こんな線がですね、綺麗にもなっていますが、機械彫りしたかのように、均等に並んでいるということですね。 まあ人間技ではないということです。そして先ほど言いましたように、こうしたムラがわかりますかなんとなくムラが出てますね。これは、あの、インクのつけた時にこういう村を表現したのか、あるいはその汚れなのかわかりませんけども、汚れならば,ならばね、全体に広がっているはずですからね。すなわち、これは、まあ、版画で表現したということですよね。 あり得るでしょうかってことになるわけですね。もしこれが、まあ、意図的に版画で表現された汚れで、といいますか、村であるとするならばですね。で、豊国も聖地な、まあ、版画で知られていますけども、まあ、これも、この豊国と比較してみます。この耳の上の髪の毛ですね。そして同じように、まあ、どん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 分割していきます。で、 ま、ただ、豊国はですね、先ほどの絵のような、ま、高精細って言いますかね、ハイレゾルーションの、半版画は、って言いますか、写真は手に入りませんでしたので、ま、途中で、ま、ややぼやけてきますけども、この部分ですね、中央の耳の上のあたりです。このあたりにカメラ細いカメラが表現してあります。で、このあたりを、また、あの、拡大していますが、ま、この大きさが16分の1いうことになりますね。全体の16分の1です。そして、さらに、ま、今言ったこれが16分の1の大きさですね。 で、これ、さらにこれが、その2倍の、2とか4分の1の1 32分の1いうことになるわけです。で、この大きさが32分の1なんですね。で、先ほどの、まあ、写楽の絵と、まあ、同じしく32分の1の部分と、あの、比較しています。右が写楽で、左が豊国です。で、こうしてみますと、やはりこう、写楽の方が、なんて言いますかね、見た感じでも3、4倍は精緻なような気がしますね。ただ、解像度の問題だけではなくてね、まあ、そんなところも注意して比較してみてください。 まあ、写楽がいかに、まあ、精緻な、えー、こうした線を、まあ、書き、そしてそれをですね、彫り師が彫った、彫ったということになるわけです。ま、あの、浮世というのはね、なん、あの、彫り師する人がいろんな、あの、職業ジャンルに分かれてましてね、そしてそれぞれの人が、まあ、ま、あ囲をしていくというような形でですね、あの、なんて言いますか、あの、分業をしてたんですね。で、絵を描いたのは写楽ということになるわけですけども、じゃあ彫ったのは誰かということになるわけですね。まあ、こうして彫刻刀を使って彫っていくわけです。そして先ほども見ましたように、この、 反木っていうのはですね、反木っていうのはですね、水を含むとすぐダメになってしまうんですね。ダメってことは、膨らんだり縮んだりして、あるいは柔らかくなってしまったりして。あるいはあの、こんな爪楊枝、爪楊枝でちょっと実験してみたんですけど、右をですね、ちょっとあの、水につけてみました。で、ちょっとしばらく、そうですね、1、2分置いて、まあこうして見たんですけども、やはり、ふにゃふにゃになっちゃうんですね。ですから、あの、木として使っても、やはりそんなに、 たくさんの枚数はすれなかったものと思います。まあこれが半木、残っている半木ですけどもね。こうした半木で、まあ皆さん考えてみますか、0 3ミリから0 4ミリですね。の、まあ髪の毛を表現することが可能かどうかということです。まあ、写楽の謎はますます深まってきたということですね。謎の画家、写楽。日本にもこんな画家がいたんですね。 大変な驚きです。ということで、まあ、続くビデオどうかご覧になってください。世界の中の日本ということで理解していただけるものと思います。Bye for now.Hiroshi Hayashi will present you a video forum, mysteries and wonders of the world.Today's story is about l a j a Conde or Mona Lisa painted by Leonardo da Vinci in the Middle Ages. Before we say something about the portrait, we have to listen to ourselves, our own voices in our mind. Possible or not possible. Here is another fact I show you, a fact in which you know it is impossible for humans to paint such a portrait. It does not matter whether the painter is Leonardo or not. A超高改造度の写真が手に入りましたので, モナリザを再検証してみます。完璧ではありませんが、0.1ミリの大きさまで判別できます。まず全体のサイズですが、高さは77センチです。が、こうした検証では、いつもやや大きめに見ながらサイズを計算します。高さを80センチとして計算し、まず10センチ台の正方形を切り出します。 それを2等分、4等分、8等分、16等分し、最終的に1.5ミリ平方の正方形にまでします。1.5ミリです。このあたりまで拡大しますと、画像がぼやけてきますが、ここで注意したいことは、モナリザの現物はさらに精細に描かれているということです。あくまでも写真解像度の限界ということです。が、この解像度で見ても、 一本のラインの太さが0.5ミ、mm、リ以下ということになります。太めに見ても0.5ミ、mm、リということです。実際には0.3ミ、mm、リ前後かもしれません。1ミリの2分の1から1 3分の1です。ダヴィンチはそうした線を使い、チェーンのような模様を正確に描いています。しかもその線には光と影まで描き込んでいます。難しい話はさておき、つまり、 ダヴィンチが書いたかどうかということを問題にする前に、こんな絵を描くことが可能かどうか、あなた自身の心に通ってみてください。あなた自身の心に通ってみることです。あなた自身の素直な心にです。なお、この次に、高度 200km から見た、まあ見て書いたと思われるダヴィンチの地図も紹介しておきます。ミクロとマクロ、その地図は、 ダヴィンチが描いたと言われてますが、まさに航空写真です。モナリザの絵をミクロの絵とするなら、地図はマクロの絵ということになります。ここに再建証版を紹介しておきますので、繰り返しになりますが、あなた自身の目と素直な心で判断してください。そしてその向こうに見える巨大な謎について考えてみてください。なぜか。 なぜかとです。そうすれば、あなたも、私が今、こうして見ている世界と同じものをご覧になることができると思います。で、これがその地図なんですね。で、このフィレンツを探すのにかなり苦労しました。まあ、中心の山がですね、ヒントになりました。で、これを実際の、まあ、 日本の地図と比較してみますと、大体まあ、東京タワーから富士山までの距離と一致するわけですね。まあ、それほど、まあ、広範囲な地図をですね、ダヴィンチはこうして正確に書き残したということです。これは、あの、現物の地図ですね。そしてその川をですね、一本一本丁寧に拾い出して線を引いてみました。で、ここに緯度、経度を示しておきますので、皆さんご覧になってください。ここに川が二つに分かれてますね、ここで。で、 まあ、ダヴィンチの地図にもそれが描き込まれています。上の方ですね。えー、支流がありますね。で、左が、これがダヴィンチの絵です。右が実際の Google、いわゆるアース上における写真です。で、川の位置。ただ、あの、ダヴィンチの絵はですね、真上から見て描いたのではなくて、斜め上方から描いたというふうに見られますね。で、こうして比べてみますと、右の方は真上から見た、あの、写真です。 で、やや全体に、横幅は同じなんですけども、縦幅が迫っている感じがします。そんなことを考慮に入れながら、どうか続くビデオをご覧ください。possible or not possible という話です。Hello, this is Hiroshihaya Shi, h a a m a City, Japan.The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a map by Leonardo da Vinci. Who else created it? 皆さん、こんにちは。えー、1285の追記版です。えー、もう一度、えー、詳細に言ってみますか。あダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の、えー、地図です。まあ、地図というか、 見た、地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、えー、まあ、この矢印のところを見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がね、あの、分かれてるところ、あの、形がはっきりしているところを線で繋いでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を描いてるわけです。 ま、今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、この場合はですね、今、白から判定しますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。あの、ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて。そして、ま、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で、 書いてあるただ、あの、ダヴィンチのように、やや斜めから見てるという感じで、えー、遠くなればなるほど、あの、幅が狭,狭まっていくのがわかります。まあ、あの、ダヴィンチの書いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、ま、ま、まるで写真のように、写真ですよね、これは、のように浮かび上がってきます。 上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を書いていたかがこれで皆さんにもわかっていただけると思います。続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the most mysterious lady named La Conde or Gioconda in Italian painted by Leonardo. Here in this video, I compare La Conde with another lady named The Isleworth Mona Lisa, which is said to be the one also painted by Leonardo, though it has been insufficiently examined yet. Uh, through this comparison, I claim here in this video, both Raja Konde and the Idleworth Mona Lisa were created on 2D photograph technology because it is impossible, I say it here again, impossible to create such paintings in the 16th century without the help of 2D a sort of highly advanced photograph technology. Da アイルワースのモナリザと呼ばれている2枚の絵画を比較してみます。これら2枚のモナリザは極めて細部に至るまで同じであると同時に、例によって、例のごとく、つまりダヴィンチの他の絵画でも見られるように、互いの間には時間差によるわずかな動きの変化が見られます。そのことをまず皆さん自身の目で確認してください。現在では科学万能主義というか、 高度な機器を使った分析による証明でなければ、証明ではないと言われています。が、本当にそうでしょうか私たちは、私たち自身が持つ素直な目の方を大切にすべきではないのでしょうかということで、皆さんもご家庭で私と一緒に検証してみてください。現在ではこうした情報をですね、家庭でいながらにして集めることができます。またその情報を元に、 私たち自身の目と能力によって分析することができます。つまり、人間によってできることとできないことがあるということです。ダヴィンチが描いたとされるモナリザは、明らかに人間によっては描けない、また描けるはずもない絵であることを証明します。証拠を添えてそれを証明します。が、それでもモナリザはダヴィンチが描いたものであるというのなら、このビデオの最後に、 紙と絵の具を用意して、私がお見せするものを書いてみてください。あなたはきっとこう言うでしょう。できるはずがない。impossible と。つまりそれが答えということになります。つまりダ、ダヴィンチの書いたとされるモナリザは、人間が手で書いたものではないということ。わかりやすく言えば、現在私たちが持っている 2D の写真技術とプリンターのようなものを使って書かれたものであるということです。 合わせてアイルワースのモナリザについての結論も出しておきます。このモナリザも現在科学的分析のあるものがなされているようですが、ダヴィンチの書いたとされるモナリザと比較してみれば一目瞭然。アイルワースのモナリザも明らかに人間によって書けない、書けるはずもない絵であることを証拠を添えて証明します。つまり2枚のモナリザはダヴィンチの作ということになります。 画面では細部の検証を進めていますが、極めて細部に至るまで同じであると同時に、両者の間には、先ほども言いましたように、時間差によるわずかな違いが、まあ動きの違いがですね、見られるということです。そこに注意しながら、この両者を見比べてみてください。まあ現在、まあこの今、左がモナリザ、そして右がアイルワースのモナリザです。それでこう比較してみますとですね、頭の髪の毛の分かれ、 際ですね。そこに注意してください。そこに頂点を取っていますと、まあ、やや傾いての分かりますかあこの分かれ目がですね、やや傾いてますね。ということは、ここまで同じに作りながら、髪の毛の分かれ、まあ、その、際ですね、は違っているということです。そして、まあ、この向かって左側の、まあ、 もみあげ分の髪の毛ですね。で、ここを見ますとですね、右の方が薄くなっている感じがしますね。で、左の方が濃くて、そして、まあ、光を当てたい、まあ、光を薄くして、まあ、右の絵ができたというふうに考えられるわけです。しかし、基本的なパターンは同じですね。大きな太い線は同じです。が、細い線、細かい線は、右の方では消えているということになります。まあ、こういうところが私はおかしいというわけですよね。 ま、全体の線は同じである。しかし、右の方は、ま、明度を上げたような感じで、ま、描かれた絵であるということになるわけですね。で、白黒にしてみますとですね、この薄い、あの、右の薄い、ま、アイルワースのモナリザーの髪の毛のね、細かい線がい見えてきますね。が、色を元に戻してみますと、いや、まあ、やや、こう、なってますか、見えにくくなるということですね。まあ、上の丸の中の髪の毛なんか特にこう、はっきり見えるわけですね。あの、色を落としてみますとね。そして、ま、繰り返しになりますけども、 大きな太い線は左の方と右の方も同じであると。で、まあ、私のプリンターの技術で言えば、メ度ドを上げてプリントアウトしたってことになるわけですね、えー。今日はここに注意していただきたいんですけども、この、まあ、模様ですね。この飾りですけども、左がラジアコンデで、右が、アイルバースのモナリザーの えですけども、基本的なパターンは同じだということですね。ただこの、ま、まのところはね、あの、幅が違うんですね。まあ、どうしてこういう違いが起きるのかなということも大きな謎ですけども。で、もう一度この部分を拡大していますと、こうした模様がずっとこう描き込んであるわけです。で、よく見ますとですね、あの、まあ、線がですね、丁寧に描いてあるってえば描いてあるんですけども、あの、陰影がつけてあって光もつけてありますね。で、そこに注意してください。で、 こうしてみますと、左と、右と左同じですね。ということは、モナリザ、当世からアイルバースのモナリザの絵は、まあ同じであると。このように書かれて、まあそういうふうに考えていいわけですね。そういう線がですね、上になったり下になったりというところも正確に表現してあるということですね。まあそこと、そういうところに注意してください。で、モナリザの大きさんなんですけども、驚いてはいけませんね。77センチ。高さがね。 53センチなんですね。でどな、どなたかのブログにも書いてありましたけども現場、現実に見られた方がですね、こんなに小さいとは思わなかったということを書いていらっしゃいました。実際小さいんですね、このモナリザの絵というのは。大きな絵に。 にまあ私もね、昔そう思ってましたけども。で、この黄色い四角がちょうど計算しますと、10センチ四角ということになります。で、拡大してみます。まあこのくらいだなっていうことになるわけですね。まあ大雑把な計算ですけども。そして4等分しますと5センチ四角になり、さらに4等分しますと2.5センチ四角になるわけです。さらに4等分しますと1.25センチ四角ということになるわけですね。これはあくまでも大雑把な計算ですね。さらに半分にしますと6ミリ、mm、四角になりまして、さらに4等分しますと3ミ、mm、リ四角ということになるわけですね。 で、こうした計算してみますと、あくまでも大雑把な計算ですけども、1 2ここの幅が1.25センチで、このラインの幅がですね、1.5ミリってことになりますね。このラインの幅が、黄色い幅がこれがあるのだいたい1.5ミリ四角いうことになるわけですね。 ですから、まあ、この線の幅はですね、その半分ぐらいと見てですね、あ、3分の1くらいですかね、立ててみるとね、幅が0.5ミリってことなんですね。1ミリの3、あ、半分ってことになるんですよ、皆さん。この線の幅が1ミリの半分ってことなんですよ。1ミリというのをちょっと指で作ってみてください。そのまた半分の太さの線でこの絵が描き込んであるということですね。で、これが可能か、可能でないかといえばですね、不可能だと、あなたは思うでしょ だから、さ、冒頭で申し上げましたように、紙と絵の具、あんま鉛筆でもいいんです、ペンでもいいです。えー、1ミリの半分の線で、こうした絵を描いてみてください。そして同じように、ずーっと同じように描いていくんですね。で、この袖のところ、ちょっとついでに検証してみますとですね、大きなラインは同じなんですね。比較してみてください。丁寧に同じに描いてありますね。えー、いわゆるその袖の布のね、周り具合が同じように描いてあるってことなんです。で、明度を上げてみますと、 まあ、右の方の見えなかった線も見えてきますけども、こういった縦の線まで同じに書いてあるんですね、皆さん。わかりますかこうして、まあ、縦の線も同じように書いてある。がですね、決めることに、ここまで同じに書きながら、あの、布の、なんて言いますかね、歪み方が違いますね。 いわゆるここに、いわゆる時間差を置いた、まあ、時間、データを取るときにですね、時間差を置いてデータを取った、そうした、まあ、違いというものが、まあ、ダビンチュの絵、どの、どの絵にも見られるんですけどもね、あの、こうした違いが見られるということです。まあ、人間が手で描いたものではないということですよね。まあ、こういう結論を申し上げますと、もう一度ここに注目してください。これが今日のポイント、かつ結論ということになりますが、で、この幅がですね、1.25センチですね。そしてこの計算しますと、この幅が1.5ミ、mm、リ。 1.5ミリ。そしてこの線の幅が0.5ミリ前後ですね。ああまあ、大雑把な計算で申し訳ありませんけども。そしてこの、これで計算しますとですね、えー、この幅が1.5ミ,ミリですよ。1ミリと半分ですよ。そしてこの線の幅が、まあ、3分の1ということで計算しますと、幅が0.5ミリですね。 この、この、あの、いわゆるその、縄模様の、縄文の模様が0.5ミリです。ですから、下の線はですね、あの模様はさらに細いということになりますね。注意してください。この幅が0.5ミリですからね、大雑把に計算して。ですから、下の、あの、いわゆるその、針金、針金ぐに,ゃぐにゃぐにゃ回ったような線はですね、さらに細い線。まあ、見た感じ0.3ミリ前後じゃないかと思います。1ミリの3分の1ですね。まあ、0.5ミリここで計算してますけども、0.5ミリ以下と。 ということになりますね。で、まあ影と光も表現してあると。いわゆるその0 5ミリの線のですね、上の方が白くなってますね。そしてその下のとこの下のところが黒く影になってますね。こうした表現もしてあるということです。つまりこれを、まあ人間が技かどうかということを考える前にですよ。ダヴィンチは天才であるかどうかということを 言う、い切る前にですね、人間がこんなもの書けるはずはない。すなわち impossible。もしできるとおっしゃるならあー、あなた自身がそれを書いてみられたらよろしいんじゃないでしょうか。鉛筆じゃありませんよ。ペンじゃありませんよ。絵の具ですよ。で、もしあなたができないとおっしゃるならば、それがこのビデオの答えということになります。左がラジャコンデです。右がアイルワースのあーモナリザですね。で、この比較してみますとですね、同じように書いてあるということは、科学的な分析。 をする以前の問題としてね、私たちの素直な心で見れば、この両者は同じダヴィンチによって書かれた絵だということになります。どうも、今日はお聴きくださいましてありがとうございました。バイ。